ゴルベーザ四天王のカイナッツオと名乗ったが、お前には聞きたいことがある。遠い昔にお前の世界へと渡った竜がこちら側へ帰ってきたのを感じた。知っていることがあれば教えてもらいたい。クカカカカ、お前が感じたのはこれの気配じゃないか。それはアジュダヤの。お前たち、やはり彼女をアジュダヤに何をした。クカカ、竜について知りたきゃゴルベーザ様に直接問いただせばいい。できるならな。これで俺の役目は終わった。計画の完遂を見届けられねえのはちっとばかり残念だが、最後に楽しませてもらったからよしとするか。待て、待ってくれ。姉さんはどこにいるんだ。一足先に命の巡りへと帰らせてもらうぜ。ここのゲートはカイナッツ王が開いたものだったのね。だから術者の死によって消滅した。姉さん、ようやく会えると思ったのに。お前が感じたのがその目の気配だったなら、本体はまだあちらの世界にいるんだろう。だったら探しに行けばいい。何度だってな。さて、これからどうする。私たちはこの集落を見て回りたい。復興の役に立つ物資がありそうなのでね。それなら私は用意の残党がいないか見回りをしてくるわ。私たちもまずは現状の確認をしましょう。